こちら側がね、先ほどご参拝していただいた本堂ですけれども、この本堂は1300年に建てられた国連省の中で最も古い本堂ということで国宝に指定されています。で、ちょっとした言い伝えがありまして、戦国時代の頃、この四国という土地は長宗我部元親という土佐の高知のね、大名に一度四国統一されてまして、あちこちで、その長宗我部元親との戦いが行われてます。その時にお寺も多くのお寺が焼き討ちにあったんですけれども、このお寺は、その難を逃れているんですね。その難を逃れた時に、一つの言い伝えがありまして、兵隊がその攻め入ってくる時に、住職が立ちはだかったんですけれども、兵隊はお構いなく住職にも刃を向けるんです、ところが刃で切りつけられたにもかかわらず、住職は一つの傷を負うこともなく、その代わりに、この本堂の中で脇事物としてお祭りをしてありますけども、阿弥陀如来像の体から血が流れ落ちたんです。で、それを見た、兵隊たち、長宗我部軍は、これほどその功徳のあるね、仏さんがいるお寺を、攻めたりしたら、罰が当たるということで恐れて、方法の手で逃げ帰ったんですね。で、その1300年に建てられたお堂が無事今まで、残っているという、そういう言い伝えが、あるお寺です。本尊は馬頭観音というね、この頭のところに馬をつけて、で、顔がちょっと怒った顔をしている珍しい形のお観音さんがご本尊です。88の中で馬頭観音がご本尊なのはこのお寺だけになります。で、ご神言もちょっと難しかったと思いますけれども、そういったちょっと珍しいお寺です。五重塔があったり本堂が古かったりとね、とても、由緒のあるお寺で、境内もね、非常にきれいに掃除をしていただいていて、過ごしやすい気持ちのいいお寺だと思いますのでね。十王堂というね、閻魔さんをはじめとする、死んだ人を、どこへ行き先を決める裁判をしてくれるね、10人の裁判官がお祭りしてあるようなお堂もありますので、時間のある方はああいうところでもね、行かれたらいいんじゃないかと思います。元に戻ります。こんにちは。69番、観音。